皆さんこんにちは。自然と共にある暮らし、ライブイズネイチャーの水野さとみです。今回は山菜狩り2回目ということで、今回もですね、ガリ先生をお呼びしております。綺麗、古いです。山菜は綺麗ですね。なんかレースみたい。うどんによって違うんですね。そう、皮むいてジャムにします。種付け花、確かにクレソンっぽい。美味しいですね。なんかセロリみたい、セロリ。ああ、本当だ、セロリな感じ。これが、ミヤマイラクサ。え？ミヤマイラクサ。ミヤマイラクサ。はい。イラクサ。はい、別名アイコです。これは。あ、アイコだ。有名だ。で、この上にこれがモミジガサ。あ、モミジガサ。本当だ。シドケ。え？シドケ。シドケ、それ聞いたことあります。ではシドケって言います。で、まあこれをアイコって呼ぶのも東北の呼び名ですね。この辺ではなんつったか、ボウダラつったかな。ボウダラ。ただまあ。イラクサにしてもモミジガサにしても、はい、本当に奥まで山菜取りに行く人じゃないと知らないです。あ、これもやっぱりアイコっていう5月の山菜有名ですけど、やっぱり美味しいんですか？美味しいですね。あ、食感がどっちもミヤマイラクサもモミジガサも、はい、僕の中で大好きな、あ、本当に美味しい山菜ですね、これは。ただまあモミジガサはこれ分かれているので、はい、要はこの上、この部分だけ、はい、取ってもらえば、はい、美味しく食べれるかなと。モミジガサ、アイコ、アイコ、アイコちゃん、皆さん有名山菜なのです。たくさんだ。この辺ぐらいからポキッと折れるんですね。掘って、基本的にこれは素手で取らない方が、はいはい、素手で取らない方がいいです。なぜですか？痛いです。あ、トゲか。葉っぱが特にで1分2分2、3分したら、うん、痛がゆいのは消えるので、はい、これおひたしに、茹でておひたしに。はい、1個収穫できました。トゲがすごい。トゲトゲ煎じてドロドロにして、うんうん、で絞ってそれを患部に貼ることですごい炎症を沈める効果、すごい強いですね。で僕はカナダでワーキングホリデーしている時に、その西洋イラクサって言って、うん、このタイプとは違うんですけど、うん、もっと茎が細くてもっとトゲが鋭いのがあるんですけど、まあ、本当にヨーロッパとかその北米とかでかなり有名な薬草で、うん、乾かしてお茶にしたりとか、うん、傷外傷に対して の特効薬として犬に噛まれたりとか蜂に刺されたりとか、はい、全部ネトルでやってました。へえ、ネトルって言うんですが、イラクサの、うん、イラクサ。へえ、そんなに薬効で、もうだから薬草ですよね。薬草です。イラクサ、イラクサはこの今取ってもらったミヤマイラクサっていうのは繊維も取れます。繊維、繊維、チョマとかね、うん、イラクサってだからそっちで有名だなと思ってました。イラクサ、紐状になる、そうね、イラクサ。そうです、ね、昔は本当に多分この辺りの人はイラクサを秋に紡いでたんですね。繊維を取って、うん、糸を紡いでたんだと。なるほど、縄とかね、なるほど。あ、こんな時期にこれは太いですよ、このわらび。これ食べれるんですか？うん、あら、わらび太い。あ、いっぱいこの辺り自生してますね、わらび。こんな太いわらび、いいっすよ。いっぱいここ奥にもありますよ。ポキッと折れるんですよね。折れる場所があるんですよね、うん、そう。なんでこれこそ本当にさっきからずっと言ってるこう指で触って破食部を確認することが、うん、わらびはすごい大事です、うん、この辺でポキッと折れます、うんうん、
そういうことですね。ポキッと折れる場所が要するに食べれる場所ってことですね。取り足ショウマ、あ、取り足ショウマか。あ、そうですね、前回ありましたね、もう食べれない大きさで、うん、これもひたしって言ってましたっけね、取り足ショウマ、鳥の足っぽい、ちょんちょんちょんってなってて、うわこの景色と山菜の香りが袋から漂ってきて最高。え、ね、水源ですからね、龍って水源にね、やっぱりひげまである。じゃあすごい、お出迎えしてくれてありがとうございます。本当ですね。あ、飛行機飛んでる。あれ、ケブトレイルなんじゃないの？ケブトレイルじゃないの？でもスケールが全然違う。ね、全然、うん。もちろんこれは飛行機雲じゃないです。すごい。雲でかい。すごい。上にちっちゃく雲が、あのね、飛行機雲も走らせてる雲ね、いるけど、全然規模が違いますね。わ、優雅やな、うん、目がちゃんとあるもん、こっち見てるもん。もうすぐちょっとなんかどんどん風で変わっていっちゃうけど、うん、でもずっと目が残ってるから、うん、ありがとう、バイバーイ。うわー、ああ本当ですか、これはすごい、うん、うわこんなぶっといの初めて見た、うん、これは本当太いですね、ねえ、うん、これ食べ応えありますね、天ぷらですか、やっぱり、うん、天ぷらが美味しい、肉ですかね、こんなに、なかなかないですよ、ないですよね、私初めて見た、この太さはない、あ、僕もすごい極上ですね、うん、走ってる、今ここにいるんですよ、はい、ここに登っていくと、うんうん、車がこの辺にあるのかな、多分、なるほどなるほど、はい、了解しました、はい、皆様ありがとうございます、こちらこそありがとうございました、素晴らしい貴重な体験をさせていただきました。なんかまあ5月末になるともうこういうところが主になりまして、うん、本当に誰も知らない場所っていうようなところにどん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 入っていくような形になります、うんうん、まあ、標高1300とか、うん、まあ、でもこっからが本当楽しいですよね、うん、奥山に入るその超極太ウドとか、うん、そういうのを取って楽しんでます。年間を通して、まあ、ワンシーズンっても4、5、6なが山菜採りなんですけど、その間にやっぱりこうどれだけその自分のこれが取れる、あれが取れるっていう場所を積み重ねていくことで、うん、1年を通してその山菜っていうものをずっと取り続けられることができますが、まあただそんな風にしてずっと毎月毎月この場所を変えてどん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 こう春を追い求めてやってる人って全国にそういないと思うんですよね。そうですね、そうですね、登山に行くついでにとかぐらいですもんね、うん、登山とか、まあ、あと渓流ついでが多いですね、皆さん。なるほど、なるほど、渓流がイワナ好きだからっていう人はやっぱ渓流と混ぜて取りに行ったりする方が多いんですけど、うんうん、山菜だけでやってる人って、まあ、東北の方とかだったらね、うん、結構いらっしゃるんですけど、うん、そういう方を、またでもこれが今後増えていったらいいなっていうふうにはちょっと思ってます、うん、はい、もっと皆さんが、うん、気軽にね、自然享受できるというか、うん、腰油23個取った人が、うん、警察で4時間事情聴取されるとか、なのでまあできる限りやっぱりこう人気のない場所で撮ることによって、うん、まあ、そういったことには、うん、巡り合わないと思いますけれども、なるほど、はい、なのでまあやっぱり集落周りで撮るときはやっぱその、まあ、許可を取れてるとか、うん、そういったことがない限りはできる限りやめた方がいいんじゃないかなと思います。みんな撮ってるから大丈夫っていうとこは、うん、基本的に大丈夫かなと思うんですけど、うん、誰も入ってなくて、うん、パトロールというか、そう、本当にそういうサイレンつけてやってる人もいるんで、うんうん、まあ、そういうところに関しては周りを確認してから、はい、入ってもらって、うん、山菜採りを楽しんでいただけたらなと思います。はい、わかりました、うん、
ありがとうございます。はい、結局ね、何にしても一番怖いの人なんで。そうですね。はい。野生動物よりも何よりも怖い。人が一番怖い。そうですね。って、本当に思います、いつも。ああ、わかりました。じゃあ気をつけて、はい、ちょっとそういう場所を ね、あの、こういうね、本当ね、人気のない場所とかね、うん、あの、までね、来れる方はね、来て、うん、あの、撮る方が、うん、ここで撮っても何も言われないんで。そうですね、そうですね、うん、だって誰も撮らないからね。そう、誰も撮らないから、うん、誰も撮りに来ないし、うん、誰もここまで来ないから、うんうん、まあそうやって、はい、はい、山菜採りを楽しんでいただければなと思います。はい、わかりました。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。たくさん撮りましたね。すごい、もうこぼれんばかりの。いっぱいしてるからこそこの素晴らしさがよくわかります。ありがとうございます。ね、いっぱいなってるな。はい、もうめっちゃ撮れますよ。ねえ、幸せな味じゃない。いただきます。どうぞ。どうですか？甘い。